私は各グループやプレゼンの全体で、積極的に参加者と話して、国際交流をすることができました。しかし英語力がまだ足りなくてうまく伝わることができなかったので、そこを次回に向けて改善していきたいと思います。で、グループ内で、たくさん意見交換をし、パートナーと、関係をよく作ることができました。でみんな下調べをしっかりとしてより良いプレゼンをすることができました。それで今回はみんなで協力する力を身につけたと思います。と来年に向けて反省っていうか、その生かしていこうって思ってるのは、やっぱり今年と同じように協力することで、で協力するためにはとプレゼン内のと個々のグループごとの連携も大事だし、とさっきからいろんな係のところでも出てるんですけど、その係いろんな係との連携も大切だと思いました。なので日服生は日服生でできる情報共有をしていきたいと思ったし、あとそれをまた海外の人と情報共有するときに英語力がやっぱり必要だったりとか、その今年よりももっと積極的に海外の人と交流したりコミュニケーションを取ることで、もっといいプレゼンになるんじゃないかなって思いました。そのプレゼンを作っていく過程では、やっぱりスケジュールがちゃんと決まっていないとうまく進まないし、後で慌ててしまうので、スケジュールをちゃんと決めるっていうのはあらかじめもっとちゃんとやっといて、で準備の時間をたくさんとって、今年以上に聞いてる人を引きつけるようなプレゼンをここで練習できるようになるといいと思いました。あとは議事録を分かりやすく書くことで、お互い直接喋ることがなくても情報共有できるようにすること、あとプレゼン係内ではもっと定例会にメリハリをつけて情報共有ができればいいかなと思いました。プレゼン A からは以上です。